え、ちょっとさ、キヨ君に聞きたいことがあるんだけどさ。はぁ、まあ前回キヨ君のとこで動画を撮ったじゃん。はい。なんか動画上がったのを見たのね。はい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 。なんか動画時間すごい短くなったなと思って、2時間とかで。あ、3時間ぐらい撮ったのにね。そう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 、はいはいはい、で、なんか、どうやって終わらせたんだろうと思って最後見たらさ、はいはい、すごい中途半端なとこで終わってて、急にぶつ切りしたと思う。そうそう、はいはい、あれは何だったの？あれはエンコードミスっすかね。あー、シンプルに。へー、私のなんかちょっとやってみて。プレミアが多分、うん、書き出しが多分うまくできてなかったんだろうね。あー、なるほどね、うん、あー、まあそういうこともあるわな。説明したよな。何をお前動画でもう一回言わしてんだよ。いいぜ、俺説明しただろ。お前に裏でよ、何だったっけと思って。こういうことなんでそんな。何お前。俺のミスをみんなの前でミスったからね、ちょっと。あ、なるほどね。皆さん分かりましたが、TP君はですね、会社でもこういう人です。違う違う違う、そういう人じゃないです。部下の失敗を言わない言わない言わない。なんでミスったんだって言って、ね、言ってない。みんなの前で言わないタイプ。言わない言わない、そういうタイプじゃないよ。でもみんなもさ、気になってるかなと思って、やべやべやべ。だからみんなも社員さんの前で言うんだね、みんなの前で。そういうわけじゃないんだって。そういう嫌な感じではないよ。あれなんでミスった？みたいな。それあれじゃない。いや、気になるかなっていう。思って。そうそうそう。あ、そういうことね。そういうこともあったな。他の同僚も気になってるかもよ。会社の。会社の？いやいやいや、そう、まあ、会社はさ、違うじゃん。うん、やっぱ。ね。何？どういうこと？まあ会社はまあやっぱそのやっぱそうすると嫌な気持ちになるかな、うん、気持ちにもなるからね。そうそうそう、まあ、俺は嫌な気持ちにならないから、そう、キヨ君は言ってもいいんじゃないかなって言って、めちゃくちゃなったわ。なってない、なってない、キヨ君なってない。おい、なってない、なんない、なんない、なんない、キヨ君は嫌な気持ちにならないから。怖っ怖っ、キヨ君なんない、俺なんだと思ってんだ。なんない、なんないから、メンタルが。あ、確かにね、ああ気持ち悪いメンタルしてるからね。そう、確かにね、それは間違いない、本当にそれは間違いない、やべ、11だ。